今月は髪も赤くなり、平川の丸も先生夫婦もマスターメンタル不良を起こしてたって。土曜日11時頃だべね、あのランエボでボンボンって来てくれて、マスターメンタル不良をしてるみたいなんで行くべしってね、来てくれましてね、ありがたいです心配かけねかけてね。でね、東京のねお客さん来るの、動画見てる人、東京だよ、すごいね。で予約が、あの卵焼きとあれバッファローウィングチキンでね、バッファローウィングチキンはねメニューにないやつなのね。で注文って言ったらね、下準備しとかねばだ、これ手羽元、とりあえずあんまりいっぺたは食べれねえっつうの、多分あのいっぺたのはくんどパンのあの原田くんだしね、あいだち食ったのみたいね。あれほんとあいだちな4人できて、まあ1人15本は食うべと思ったんで60本あげたけど、今日はね手羽先が6本、手羽元が10本ね、そういう感じでね、下ごしらえだけして帰るんですよ。まずね軽く焼いておきね、ね、下味付けするんだけど軽く焼いてさ焦げ目つけた方がさいいんだね。これねココナッツオイルでねちょっと焼きますね。なかなかね私もね小さまの割にはメンタル不良を起こしまして起こすんだよくね、気がちっちゃいというか、これねヘバこれ焼いていくんです。そして手羽元ね、もう焼いていかないんです。だからこれね、こっちをしてね塩ね、だからね蓋こしてね、玉ねぎこれねみじん切りね、玉ねぎ1個ね茶色くなったらね、オレンジママレードね、お醤油、
お醤油でもいいし、あれ、味道楽でもいいし、麺つゆでもいい。でも、まあ、マレード入れる派で、麺つゆ甘い派で、ね、そうなんかね、水っこ入れて、ちょっとね、ぐずぐず煮ますね。で、飛んですべね。あ、いい感じですね。こんくらい焼ければいいかな。したらね、この別鍋に、これは無水鍋ね、蓋はこう移していく。で、手羽先ね、手羽先ね。じゃあね、この手羽先にね、この味付けしたこのタレっこをねかけていきますね。よし、さあこれ煮ますね。これね、グズグズ煮入れきましたらですね、火止めますね。これは前に入れ回るとね、ダメだもん。味っこしみる程度に煮入れければいいわけ。こう、全部ひたひたにして。よし、これで蓋をして一昼夜置くと味しみるんですね。でね、味しみたらね、あとはね、片栗粉つけてで、ウイングソースつけてで、美味しくいただきますよ。来たので、これから作りますね。バッファローウイングチキンね。昨日これね、アンジコシミデラよ。手羽先ね、こう切れやった方がいいんだよな。おい、本田ちゃん、もう味火も通ってるし、味が染み出るので、そは上がカリッとなればこれで OK ですね。
今あげてお家のことがじゃん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 油に顔がじゃん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 どこまで下がれば顔が映ったあれだってお家のあの物屋さんしてんだってでコロナで大変だったよあれですなこれね、これパッパルウィングソースねこれ、蜂蜜入りなんだけどこれに、ホットケチャップねまた、蜂蜜をね少し入れて甘くしますね、これねうん、いいやんちくだよし、いいやんちくだはい、これソースねまず一回目これ、これ綺麗に上がったよ、これもうね、味付けしてあるからね美味しいよこうやってね、一回味付けすればねよくね、これねGカードお高めできたえ?Gカードお高めできた僕あの長さ、なんかこういう、こういうの見ればさこれさ、もう食べてくなるよねね、やっぱね、食ってみないねすげえ食えたわけ、めっちゃ美味しいめっちゃ美味しい。はい。はい。トマトっこ。ねえ、美味しそうなトマトですよ、今日は。いい6個だこれバッファローウィングチキンねあ、いい感じだよしこれねやっぱりね持っていくんでこれねこれにねそう注いでますね。はい、できましたよ。これバッファローウィングチキンソースねこれはメニューにありませんこれたまご焼きねこのうちでたまご焼き注文すれば絶対10個なのでね10個必ず10個ですね1234567あれ89あれあれ
九類の、あ、一個忘れた、これ。よし、十個ね。もう卵焼きを知ってるってことは、もう、うん、車動画から入ったっすけど、多分料理動画見てくれてんだな。料理動画見てもらえれば嬉しいよな。お砂糖ね。お砂糖ってもこれ、あれね、なんだっけ。なんとかと、ね、ちょっと甘め。これね、お酒。あの、ご新酒ね。これに、白だし。もうエビスタに行ったことない。今年下入ってから俺はつきて握るのかな。米油。で、ちょっとごま油。これはちょっと香り、これ。よし。ただね。で、ゆっくり作っていきますかね。油っこ、油っこ、よっ、え、よっ、よし。油っこ。
うん、久々に作った頃には自分で言うのもなんですが、いい手つきだし色具合も最高ですね。これよっ、これこれ、いい色っ子だね、いい色っ子だ。卵もね、値上がり200円でパック出せば赤字なんだってね。でもさ、卵はもともと安すぎるね。1個20円で10個入って200円でもさ、あの鶏一生懸命産んでさ、20円だよね。スーパーで1個20円が卵屋さんさん、もっとすぐにべなのとね、鶏かわいそうだね。一生懸命ね、卵産むのにさ、人参だばね。だって卵なのってほとんど値上がりしてね、もんだんでねえかな。うん、よっ、あれよっよっよっ、よし、よっよし。うわ、重くて動かねえ色。これできたのが一回こうなんか一回巻けば締まりに出てくるってな、締まりというかね、あのそれが聞いたんだよな。ななみみさん作った卵焼き美味しかったね。巻くんだって一回なんでこうキュッとこうな巻くのがないので、よっ、よしよし、いい感じだ。これこれうまくいきましたよ。よっ、よし、これを切りますね。卵な、卵焼きが味見できないからな、人かけらけば分かるもんな。残念だ。よし、これ久々の卵焼き、これ10個ね。そういうわけでした。
バッファローウィングチキンと卵焼きで、だいぶお酒飲んで入ってきたっけ。マスターの具沢山味噌汁飲みって15分待ってければ作るやつ。急いでこれから具沢山味噌汁作ります。今日は何の具があるけど、人参混じってないね。人参玉菜の味噌汁ってな、のパスタもよく喋ったもん。玉菜の味噌汁、玉菜ね、要するに玉になったな、葉っぱだから玉菜ってな。前も喋ったけど、白菜も玉菜、キャベツも玉菜ね。味噌汁のキャベツは結構細かくしますね。ナスも入れるか。あのナスの味噌汁で、味噌汁の色があったこの皮でさ、ちょっと濁るはんで、あの色濁るの嫌だしと皮むいて入れればいい。ナス皮むけばな、あんま美味しくねえな。もう皮こがらはんじゃな。ナス。しめじやった。しめじ。運がいいな。もやしも入れよう。もやし半分でな。半分。変な。もやしも切って入れればいい。飲みやすい。なんかこう出汁出るものねえかね。ちょっとこれモロッキュ。うん。わ。唯一オラをカッパって呼ぶのが熟女家。あの死ぬほどキュウリすぎたの。夜中あのこのもろ味噌とキュウリ打ちたもって夜中に10本くらい食うの。とんでも足りなくて夜中コンビニさ行ってキュウリ打ってれば買ってきてくる。そのくらいキュウリすぎだ本当は。あれなんであの豚汁熟成系からカッパってあるなって言うの。これはあのカッパというのは熟成と旦那のコンズだけね。どうですべね。いい感じだ。よし。あの、おらも昔お酒飲んでた頃、最後あの味噌汁飲むと美味しくてな、思い出した。ネギ、でそのネギ、これ美味しいやつ。具沢山。で、
のね、のりっこね、このノリっこ入れるって分かってるときは味噌打ち粉をしね、薄くしてくださいね。意外とこのノリしょっぱいので、しょっぱいのでって分かんねえよね、みたいな。揚げ物だし、これ綺麗に食って、これこれあれあれ味噌汁、俺はだしパック入れてやった、取るのいつも俺はこれこれだしパック、いつもこれ味噌汁から取るの忘れて持ってしまった味噌汁さ、これちゃんと残してる、だしパック可燃でよかったな。いや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 、ほら出し入れて出しちゃったよな。しかしこら綺麗に食べてこらね、嬉しいの。